走るわけね。人いけたフォワードで持ってるやつはダメ。お前が持ってるやつは持ってるやつ動いちゃかんて。おいよ、ちょっと待って、オフォーキャンで指導すか。やっぱりきついっすね。ちょっと日焼けがすごい、日焼けマジでやばい、めちゃくちゃ痛い、しばかれる。うちオフォーキャどう。オフォーキャいい天気で気持ちよくラグビーできてます。頑張ります。全然走れないけど。練習前にヒカルさんからいろいろ話があって、まあ、夏入ってもうあと時間がないっていう中で練習スタートしたけど、ハンドリングに関してはミスが多いし、で休憩3分間かな入って、また練習再開したら雰囲気がどんどん悪くなって、チームランではトランポランミスしてるやつがおる。それが今のこのチームの現状やし、しょうもないミスで最後負けることになるで、絶対これやったら勝てるチームにも勝たれへんまま今シーズン終わることになる、絶対このままやったら全然甘いと思う。ここの意識もチーム全体としても目標に対する意識ももうちょっと上げれれば、はい、1日目の練習でお疲れ様でしたって言いたいけど、これじゃ言われへん。まだ全然足らへんし、なんて言うかな、もう時間はない、俺らも時間ないし、中京朝日も時間ない、全員与えられてる時間は一緒やし、この限られた時間の中で俺らはそいつら以上に成長しなあかんしっていう意識を全員持つようにしてください。夏合宿まで残り13回の練習で1回終わったからあと12回しかない。分かる、明日2部連入ってもっとしんどくなるかもしれない。夏やからフィットネスも入ってきてもっと暑いししんどい 日々が続くけど、もちろん個々の意識上げれるように、もうこういうミーティングないように、もののしっかり意識できるようにしてください。じゃあ俺は行ってさ、裏右サイ、左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 
からアタックするっていうのを意識しないと、笛なってボール持ってるからアタックや言うて前走ったところでサポートおらんかったら2対1相手に止まられるだけやから、もうちょい、人数優位なんやからそこもうちょい、考えてやっていきましょう。 OK、 いやいや、ナイス、ビッグリーがナイス、言われてる中で全員が意識して取り組めてないのがやっぱここでしっかりと出てるから、そこは今日ミスしんかったからって明日ミスしないわけじゃないし、それは一人一人がしっかりと全員がミスしないというか、もっともっと緊張感を持って練習に取り組むのと、明日もしっかりとハードな練習あると思うんで、今日のこの練習後の過ごし方を気をつけて、明日いい雰囲気で午前入れるようにいきましょう。ナイス、オカちゃん、ナイス。マックス、
黙々と走る、マジで普通マスク大丈夫ね、何か欲しい、何か欲しい、大丈夫ね。おっ、一発入ります。もう負けたやん。だってこんだけまで帰ってきてない。大勢がついどこ見たい。え、そのもうそれはね。たぶん、しかもやって。階段でもね、だって次上がる。え、うっち。あ、マジで。マジで次。明日からまた練習始まると思うんで、そこは切り替えて、で今日走り切ったことは絶対なってつながると思うし、秋のリーグ戦にもつながることだと思うんで、まあ、年歩いた子もおると思うけど、こう最後までやりきったっていうのはしっかり自信持って、リーグ戦までつなげるようにしてください。はい、じゃあ明日の練習100でやりましょう。